にちは。スイスのジュネーブに住んでましたナナです。動画の、ね、サムネイルでもわかるかと思うんですけれども、私スイスのジュネーブから引っ越しまして、次の行き先は、ちょっと見てもらおうかな。じゃん。窓からの景色がこんな感じです。見えますかね。どこの国か分かりますかね。私なんとアフリカに引っ越しました。アフリカの、コンゴ共和国という国です。で、私が今住んでるのはコンゴ共和国の首都のブラザビルという町に引っ越してきました。場所はこちらです。で、なんか最初アフリカって聞いて、ケニアとか南アフリカ共和国なら友達が以前住んだことがあるとか、なんかケニアにサファリ行ったことがあるとか、そういったのでちょっと情報があったんですけど、コンゴ共和国って名前は聞いたことあるけど全然知らなくて、改めて調べてみたら、コンゴって名前がつく国って2つあるんですよね。全然知らなかったんですけど、1つ目が私が引っ越してきたこのコンゴ共和国で、2つ目がお隣さんなんですけど、コンゴ民主共和国になります。で、この2つは、15世紀頃まではコンゴ王国として、一つの国だったんですけど、フランス領だったところが今のコンゴ民主共和国として独立して、ベルギー領だったところがコンゴ民主共和国になったそうです。で、それぞれの首都が、私が住むブラザビルっていうところとコンゴ民主共和国のキンシャサっていう首都があるんですけど、この2つはコンゴ川を挟んで、存在してるんですけど、ここがね、船で10分15分で行ける距離なんですけど、すごい、こんなに首都同士が近いところって世界にもまれで、ユニークなロケーションとして有名らしいです。で、私も、この前ね、外に遊びに行ってコンゴ川沿いをお散歩してたんですけど、本当にね、コンゴ川の向こうにね、街が見えて、キンシャサの街が見えて、あ、面白いなーなんて。コンゴ共和国の、基礎情報はこちらです。人口は約552万人、国土面積は約 34.2 万平方キロメートルで、日本の 0.9 倍なんですって。なんでほぼ日本と同じらしいです。通貨は CFA フランですね。レートはこんな感じです。で、公用語は、フランス領だったこともあってフランス語になります。でね、スイスにいた時は、スイスのジュネーブって第一言語がフランス語なんですけど、皆さんね、英語が喋れたんで、どうしてもコミュニケーションできない時は英語で会話してたんですけど、もうここに来たらフランス語しか通じないので、もう今私は身振り手振りも交えながら頑張ってフランス語を話してます。で、気候は赤道直下の国なので、1年を通して暖かい暑い国なんですけど、私が今いる2月は、最高が35度、最低が25度ぐらいで、かつ今雨季らしいんですよね。なので結構雨も降りますし、本当外でいうとモワンと蒸し暑くて、なんか日本の夏を思い出しました。で、外務省が出しているハザードマップっていう危険度を表すマップがあるんですけど、私が住んでいる、ブラザビルという町はレベル1で、ちょっと気をつけてくださいっていうレベルの町です。で、続いてコンゴ共和国の見どころ3つ、私のコンゴ生活のウィッシュリストでもあるんですが、1つ目がゴリラツアーです。なんかゴリラっていうとマウンテンゴリラは知ってて、マウンテンゴリラってマウンテンっていうから、山の上に住んでるゴリラらしいんですけど、コンゴ共和国にいるのはローランドゴリラで、なんか低地に住むゴリラらしくって、またちょっと違うらしいんですよね。なんでそのローランドゴリラをぜひ見に行きたいなと思ってます。すごい楽しみです。で、2つ目が、アフリカなのでお洋服をお仕立てしたい。今街にちょっと繰り出したりもしてるんですけど、結構皆さん独特な柄と派手な色味の、お洋服を着てらっしゃって、すっごいかっこいいんですよね。なんで私も早くお洋服買って、それを着て街に繰り出したいなと思ってます。
で、最後3つ目はサプールに合うです。皆さんサプールって分かりますかね。多分こちらです。お写真見れば分かりますよね。私もなんかコンゴについて調べてたらこの写真が出てきて、ああこの見たことあるかっこいいおしゃれな人たちってコンゴの人だったんだと思って改めて知ったんですけど、サプールっておしゃれで優雅な紳士協会のフランス語を、頭文字取ってサプールっていうらしくて、でそういった格好をしている、そういったファッションのことをサプっていうらしいんですけど、ぜひともねこのサプールの方々にお会いしてみたいなと思ってます。はい、ぜひこの3つ叶えたいと思います。で、このコンゴ滞在は約2ヶ月で、その後はスイスに戻る予定なんですけど、2ヶ月ってすごい短い時間なんですけど、なかなかアフリカに住むっていう経験はできないので、いろいろ動画を撮ってコンゴ共和国の魅力を、皆さんにシェアできたらなと思っております。今着いて約1週間ぐらいなんですけど、本当に一つ一つがね初めてのことだらけで、かつもう1週目にしてお腹も若干下しておりまして、なんか私のサバイブしている様子もぜひ見ていただけたらなと思います。これからね、コンゴ共和国の動画を上げていく予定ですので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。今日も動画見てくださってありがとうございます。これからちょっと今後動画が続きますが、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。